안녕하세요簡単だ、優しいのことを知った。そして休むのことを知ったというんですけれども、それぞれ平体にすると形が変わります。間違いやすいので覚えておきましょう。知ったの平体は知おうよ。そして知ったの平体は知おうよと言います。